はい、始まりました気になるマネー先生。日々のちょっとした疑問やニュース、話題について投資家目線でお話ししていく動画です。はい、ナビゲーターの木村翔です。はい、マネーセンスパレッジの浅田修平です。はい、よろしくお願いします。さて、今日のテーマはですね、主張りってあると思うんですよ。ああ、よく言いますね。道のつく武道とか茶道とか、うん、剣道とか、うん、そういうのには、まあ、必ずしも出てくると思うんですけど、うん、その主張りは、うん、結構、まあ、多くの人が大事だっていう感覚はあると思うんですよね、うん、ありますね。あると思うんですよね。ただしかしながら、じゃあその主の部分、大事な部分はどうやって見つけたらいいんだっていうところで、ここはやっぱり難しいと思うんです、現実は。うん、新しいものに飛び込むとして、そう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 、主となるその師範を見つけか、その師範の見つけ方みたいな。そうですね、うん、基礎とかでもいいですし、うんうん、まあ、あのテンプレート、必ず効果を持てるテンプレートみたいな形でもいいですし、うん、でこれは、ね、うん、一番最初にやっぱ飛び込むわけですから、うん、何が基礎なのかもわからない状態で飛び込んでいった時に、やっぱりなるべく失敗せずにいきたいと思うのであれば、うん、効果の出るものを守っていきたいなというところで、種の見つけ方をちょっと聞いてみたいなと思うんですけども、うん、もうすでに先ほどからあの話に出てきて、大体、うんうん、そういうふうに感じる人の多くの典型例が出てますよね。あー、というと、その多分それ代弁してくれてると思うんですけど、うん、もういわゆるキーワードの一つとして、うん、その主を探しているんですけど何かいいのありませんかっていう、その問いの答えの裏側には、うん、失敗したくないんですっていうここがあるから、見つけたいんですけど何かよりいいものないですかっていうふうに聞いてるような気がしますね。そうです。ああ、なるほど。あの、まずそこから離れましょうか。失敗するんだと思って始めてみたらいいんですね。はい、あ、じゃあ何かやる、新しいことやるんだから、はい、失敗して当たり前だよっていう。っていうこともあるし、うん、もちろんその世界のことをよく知らないわけですから、うん、あのその中の師範を見つけるっていうこと自体も、そもそも今の自分には効果的に見つける算段がないわけですし、うん、まあ、わかんないですね。ということはしょうがないですね。失敗するかもしれないと思ってやったらいいんじゃないですかね。うんうん、じゃあ例えば、あの、なんていうかな、失敗するとしても、何でもかんでも失敗するんじゃ、まあ手当たり次第やるとあれですよね。ちょっとね、あれですよね。でもまあ皆さんも20年、30年生きてる人が見てるわけでしょ。うん、まあそうですね。うん、大体ね。うん、それでも20年近くは、まあ、10代の方でも 20年近くは生きてるわけで、うん、まあその中でさ、なんかこう、信頼できる人とか信頼できるものって、うん、っていうののある一定の基準はあるでしょう。あ、この人なら信頼できるなみたいな、っていうようなものとか、うんうん、もうそれに従えばいいんじゃないですか。あ、でそれで従ってみてやってみて、はい、うん、で、いやこれは本物じゃなかったみたいな、うんうんうん、よくあるパターンですね。だったら次行けばいいんじゃない。あ、でその時にあの失敗したっていうふうに思うけど、そこで何も学ぶものはなかったって言ったら、多分そうじゃないと思うんですよ。うん、そのキーワード的なものを知ることもあるでしょうし、うん、あ、なんだこういう形になってんだみたいな、うん、まあ、そういうちょっとざっくりとバッと見つかることも多分、ね、捉えることができるようになってるかもしれないし、うん、少なくとも前に進んでいるんであれば失敗ではないので、実は、うん、失敗って言うけど実は失敗じゃないんですよ。うん、もう一回じゃあチャレンジするってことですよね。うん、違う方法で、うんうん、だからそこに全力を突っ込まないってことですね。それはすごく大事そうですね。ええ、その一発目 の, その失敗と言われるものがもはや致命傷になってしまうから、そしたらもうダメですね。ダメですよね。はいはい、でも意外とありそうですけどね、その1回目の失敗が致命傷で、うん、そう、そんなことある、二度と戻ってこれないみたいな。え、なんかいつ、どういう時にある、例えば退職金を全て、はい、だからそういうところが大体間違ってるんですよ。投資信託を買ったとか、だからそれを進めること自体を最初に選んでるから、うん、それ信頼に値しないでしょ普通に考えて。まあ値したんじゃないですか、僕には分からないですけど、その時はこれならいけるみたいに思ったんじゃないですかね。だから失敗するもんだから、
そこですね。そう、うん、失敗するものなので、うん、最初から全部はいかない、うんうん、でもね、大体そういうのってうっさんくさいじゃない、なんでそんなのに行くんだろうね。まあ、どうしても世界もね、 7% とかっていうと言われますね、って言うんですよ、うん、だけどそれがさ、年間 200% っていうと頭こ、あのいわゆる破壊されるんでしょうね、なんかね何かが壊れるんでしょうね、うん、あ、絶対いけるっていうふうに思うんでしょうね、うん、微妙、分かんないですよね、明らかにも、まあ、まあ今、時々の例出しましたけど、うんうん、いやでも実際そういうのありますから、うんうん、なんかね、僕結構現実的な数字出すから、なんかインパクトもあんまりなければ、うんうんうん、インパクト感じないかもしれないですね、うんうん、現実的すぎて、そう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 で、そうするとなんか途端になんかこう前添えてこうね、いろいろ重箱の隅をつつくようなご質問をいただいたりもするんですけど、まあもちろんその人の自分を解決できるんであれば何度でもお答えしますけど、うん、正直そんなところあんまり重要じゃないのになっていうところでうろうろしてる人いますよね。まあそれはちょっと残念ですね。あ、まあでもそういう人ってなかなか踏み出せないんじゃないですか。でしょうね。で、うん、多分そういう人たち今こうね、お話し始めの時に聞いた内容で、うん、多分その人は失敗したくないんですよ。はい、うん、でも投資はね、失敗するんです。失敗するところから始まるんですよ。失敗というかね、まあ、いわゆる損失から始まるので、うん、絶対始まったら絶対何らかんだ参加するのに費用がかかるので、うん、なんだかんだマイナスからスタートするんですよ、うん、もうそれも間違いないし、うん、でしかも手法自体が構築されてない自分自身でね、うん、やってなければ当然負けることもあるでしょうし、うんうん、だから失敗が怖い人はやっぱり難しいですよね、うん、元本を減らしたくないっていうふうに言われると、うん、正直僕も何もできない。あ、そうですよね、うん、もう投資も進められない。マイナスから始まるっていう前提が投資にあるんなら、はい、もうどうもならないです。減らしたくないんです。1円たりともっていうふうに言われたら、ごめんなさい、僕には何もお役に立てませんっていうしか言いようがないですね。ただそのなるべく早くその基礎というか、さっきの最初の話だと主張の主の部分、守るべきものは見つけたいわけですよね。あ、そういう時ってこれどうしてたらいいのかなと。あ、どうやって見つけますか。まあ、まあとりあえずその試してみて、はい、失敗したんであれば、はい、振り返りますよね、何がダメだったのか。まあそうでしょうね、うん、はい、でちょっと方法を変えてやってみて、あ、そっちに行きますか、はい、でダメなら、あ、なるほどと、うん、だそのダメな中にも共通点出てくると思うんですよ。ははは。じゃあその共通点を抜いて、うん、でまた違うところに試していく。なるほど、うん、僕もね、投資では失敗から入った人間なので、うんうん、まあ、その当時突っ込んだお金の半分も減らしましたから、うん、あ、これじゃダメだと、うんうん、で僕自身は最初に何を学ぼうとしたのかっていうと、うん、一から全部基礎的なものを学べるところに行こうとしたんですね。あ、いわゆる株式を最初にやったんですよ。株式投資をやったんです最初にね、うんうん、ぶっちゃけ話、うんうん、で信用取引もしたんですよ、うん、でもう何にも手法わからないまま、うん、僕が教えてるダウ理論も知らないまま、俺よく入ってか、あの勝てるわけがないっていう状態で入ったんですけど、うん、当然負けたんです、はいはいはい、で負けた時に何が原因かもわからないんですよ。あ、もうすでに、まあ、あ、そういうことか、うん、そういうパターンも確かにあると思うんですね。ありますね。何のか、あの気づいたら切られてた。あ、そういうことか、うん、それは痛手ですね、はい、でその時に思ったのは、あ、これは、うん、あの株式の投資の方法の小手先のことだけ学んでもダメだと、うんうんうん、でも株式っていろんな金利とか、うん、経済とか、うん、まあなんかね、景気とか、うん、まあ、そういうような、まあ、政治的な問題ですね、はいはい、とかも加味するし、世界的な動きとかもあるし、うん、債券っていってね、まあ、両輪なその金融商品もありますし、うん、それの動きによって全然変わるんだなっていうのが、うん、なんとなく、うん、僕はそれを感じて、じゃあこれ全部一通り、うん、この商品っていうのはどういう商品で、うん、この商品はこういう商品で、うん、商品の種類から、はい、でそれをどういうふうに計算して利益を出すとか、うん、っていうのを、うん、やっぱ知らないとダメだと。唯一分かったのは勉強不足やったと。あ、そう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 それが分かったっていうことです。だからまんべんなく勉強できるものが何かないかなと思ってずっと探したんだけど、投資方法をまんべんなく話してくれるっていうところはそんな当時もなくて今でもなくて、だからその、まあ、ファイナンシャルプランナーっていう
というね資格試験があって、はいはい、それは金融資産設計というところで金融商品全部学ぶので、お全部ってまためちゃめちゃ多いんじゃないですか。むちゃくちゃ多いです。むちゃくちゃ多いです。ですよね。はい、それ以外にも法律も学んだりとかね、保険のこととか、年金とかも学ぶんですけど、うん、税金とかね、うんうん、でその中の金融資産設計っていう本があって、うん、でそれ見た時にもうまんべんなく網羅して、しかも中立な立場で書いてあるわけですね。どの商品がいいとかって書いてあるんで勉強だから、はいはい、うん、非常に面白くなさそうです、ね、全然面白くないです本当面白くない、全然面白くなさそうですね、その本は、だけどこれは必要だという自分自身で思って、うんうん、僕はもうそこにかけてたので、はいはいはい、だからそれを勉強しようと、うん、まあ、これいわゆるゼネラリストですよ、うんうん、まんべんなく知るっていう、うんうん、でその中で必要なものを探すわけですよね、うんうん、そうなりますね、うん、その位置で僕は、まあ、もう一回株式投資に入ったりとか、行こうかなっていうふうに思って勉強したんですけど、はい、その勉強すると、うん、あ、株式投資じゃないなっていうことに気づいたんですよ。自分自身が求めたものは、はいはい、うん、で、まあ、債券投資とか、うん、まあ、為替とか、うん、ね、海外のものにシフトしてったわけですけども、うん、でそういうふうに考えると、まあ、まあ全体から見る自分自身っていうのも見えてくるものがあるし、うん、でそれってやっぱどのきっかけで出てくるかっていうのは分からないけども、まあ、少なくともそのゼネラル的な見方、うん、スペシャリストではなくてゼネラリストですね、うんうん、の意見っていうのはいいかなと思いますね。だから本でも、うん、例えば FX の儲け方みたいな、ね、そういうちょっと特化したものではなくて、はい、まあ、さっき言った面白くない本、基礎的なもの、古典的なもの、はい、セオリーなもの、うんうん、っていうもので本当にこれ大事だよっていうふうに書いてあるものとか、うん、まあ、本の中の後半にそういうことが書かれているんやったら前半部分ですね、うん、で一商品のことじゃなくてもう全般にわたるようなものについて学べる本であれば、うんうん、多分何かのきっかけは得られるんじゃないかなと思います。で、人生経験にもよるんです、はいはい、例えばその何々道って、うん、つくものをやったことがある人だったら、うん、基礎がすごく大事っていうのは、うん、多分ある一定のところまでいくと伸び悩むので、うん、それが気づけるはずですね、うんうん、でどの道も一緒なんで、うん、これは投資も限らず、うんうん、漏れずに一緒ですね。 である程度、はい、まあ、失敗を繰り返していけばもしかしてこれが基礎なんじゃないかみたいなところに、まあ、行き着くとは思いますよ、うんうん、行き着くとは思います。でもすごい遠回りですね、それな感じしますね、うん、だからやっぱりその先駆者がいるので、うん、なるほど、先駆者かつゼネラリストに出会って聞く、うん、まあそれも一つの方法だと思いますね、うん、確かに。でも自分でトライアンドエラー繰り返すよりかは早そうですよね、うんうん、だってそういうのって多分時間の短縮がしたいわけじゃないですか。そうですね、結果を求めていてそこにたどり着く最短ケースを取りたいわけですよね、うんうん、となってくると難しくなってくるのはじゃあその人が信頼信用を受ける人物なのかっていうところがまた大事だと思いますよね。一番ネックですよね。いろんなことでもそうですけど、うん、まあ、ギターの講師とか、うん、ね、ゴルフのコーチとか、うん、まあ、こういう投資の先生とか、そうですよね、仕事の、ね、キャリアのアップの先生とか、うん、まあ、いろいろあると思うんですけどその人信用できないとどうしようもないですもんね。そうそうそう、それどうやって見抜いてます？信頼できるかどうかってやっぱその人のことを知りたいと思って知って、いやまさしくこの動画作ってるのもまさしくそれなんですけど、うん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 、まあ投資のことについて進めるっていうわけでもなく、うん、でも私の考え方はお話をして、うんうんうん、でこれ聞いて私が信頼できるかどうかとか、うんうん、マネセンスカレッジに信頼してもらえるかどうかの話じゃないですか。そうですね、うん、はい、最初がね、周波里の種の見つけ方で、うん、まずは失敗が前提にあると、うん、いうことでしたね。まあ、まずそこを乗り越えないとダメですね。失敗は必ずあるもんだみたいな感じで考えれば、はい、うん、それほど怖くはなくなるので、うん、で一度どの人でもいいので基礎を学べるっていうような人だったらほぼ間違いはないと思います、うんうん、どの道にも基礎はあるので、うん、表面上の上っ面の、うん、もうこの商品にしか使えないような手法とか、うん、これじゃないとダメですよなんて言ってるところに行ったらもう何の役も立たないし、あ、そういうことですね、学んでも、まあ、失敗で終わると思いますけど、うん、少なくとも前には進めると思います、うん、その業界の何たるかっていうのはある程度わかるので、うんうん、でその後ですね、
うん、やっぱり基礎的なものを学べるっていうのが大事だと思うので、うん、その投資とかトレードとか、うん、まあ、そういうようなことを新しく学びたいのであれば、うん、その基礎的な部分を教えてくれる人に行けば、それが例えば今マネーセンスカレッジでもそういうのを教えてますけど、他のところでそういうようなお話されているところもありますので、そういうところで聞いた内容っていうのはおそらくすごくためになると思う、今後ずっと使えるようなものだと思うので、まあ無駄にはならないと思いますね、うん、でその後ですよね、結局方法論っていうところに結びついていくと思うんで、そこはもうやっぱり人それぞれね、好き好みがあると思うので、うん、好きなように選んでいただいたらいいんじゃないかなと思います、はいはい、でそういうふうにして信頼できるところを見つけて、うん、基礎から学んで主を見つけていきましょうと、そうですね、いうことですね、はい、わ、はいはい、かりました、はい、じゃあ今日はこのあたりでお会いしたいと思います、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。